ースカーブが決まりました。外れました。ここは思い切って、あ、これも完全なボール球、止まったか、止まりました。よく止まりましたね。あそこの見切りは素晴らしいですね。栗山が先制のタイムリー、初球から仕掛けていきました。その確率が高くなるところですからね。はい、外崎レフト前ヒット。4試合ぶりの打点を挙げました外崎、しかもスリーベース。さあ、ワン・ツー、ここでインサイド、ここは厳しいコースで、前に違う同じチームと6年生、僕もう経験がないのね。さあ、これはセンター、あ、セカンド、セカンド、外崎が足を動かして取っていました。例のシーズンとはペースが違う分、怪我というリスクはかなりありますか。まずは準備期間がやっぱりね、実戦での準備期間ですよね。あ、実戦での体力ですか。はい、あ、一旦ゲーム止めますね。キャッチャー取って、ここは送りバント成功です。動いてます。セカンドバックハンド外崎、この難しい体勢から一塁はアウト。お、どうかなと、いいボール来てるなってこうベンチで思うわけですね。なるほど、はい、で今だったらすっきりホームラン打て。試合の中で試すには有志に引けを取らないというぐらい、清水選手肩がいいと言われてますけど、引けを取らないぐらい肩がいいというのはね、はい、ランナースタート来た、ただ止まった、それを見て送球それたのを見てセカンド外崎滑り込んでいます。バッターボックスロベロ、これはセカンドジャンプは取れない、ジャンプしない、しようと思ったらやめました。今この先ライト前ヒット、ワンアウトランナー、向かってるかなという印象だったんですけども、もうここは外でした。右バッターのアウトコースにチェンジアップ系のボールが効いています。バッターをどう抑え、すぐは差し込まれましたが、どうか、ライト前に出てくる、これは取るか、おお、ナイスキャッチをスパンジェンバーグも見せてきました。今日はライト守るスパンジェンバーグ、外崎も拍手です。スタート、空振り、セカンド送球はセーフになりました。安田盗塁成功、今のはセーフです ね、ちょっとバウンドした、はい、確かにちょっとバウンドした分ね、しかもカラッチですかね、どうだ、あ、右手に持ったんですね、グラブでのタッチじゃなかったっ、ね、ややこしいですね、まあ、作ったようなバッティングです。ライトも来る、追っていきますが、あっと最後は外崎、そして鈴木翔平、ちょっとお見合いのような形になりました。
ちょっと諦めるの早かったですかね。まあ危ないんでね。危なかったですね。はい、はい、怪我したら元も ないんで。はい、この表情に変わった外崎です。ファウルボール。さあ有原も。スリーツー。低めのボールです。ボテボテ幸いしますか、どうですか。ヒットになりました。もう今のはもうしょうがないっていうか、あの見送るしかないですからね。そうですね、ラッキーな形です。小崎選手もね、これでヒットも生まれて三出塁、うん、やっぱり仕事はしますね。ランナー浅野来て1・2塁間は止めた、止めた、ただ3塁に狙ったボールが来てどうでしょうか、白が変化した打球は抜けませんでした。ディレードスチールで3塁ランナーが来た、ホーム狙った、ホームはどうでしょう、足が入った、ホームイン、足で取ってきました、スキタッフということで1番が出てきました。リクエスト3球目チェンジアップ。今のスイングも満足にさせてくれないようなそんなボールを投げました。まあ、今のも完全に泳がされてますからね、はい、ボールに球攻略方法だと思いますよね。最後はよくバットが止まった、止まりました。今日は4に沸かせてくれましたね。いや、そうですね、非常にこうみんな喜んでましたよね。最悪を払うという台湾の神様マスに似ているということがきっかけでの来場ということで、スタンドに向けて疫病退散のお祓いをして、その先もちょっとびっくりという表情でした。ご自身でね、この文字出した空振りです。いや、進化、あっと、これは曲がりすぎて、ね、足デッドボール、デッドボールです、ですよね、はい、行こうとしないんでリガースだったんでそんな痛がらなかったんですかね。うん、いや、リガースじゃない。ではないです。先頭バッターカーブを見ました。この先今日3つ目のフォアボールです。いや、選球眼だけは一流ですね。泣きたかっておかしいですけどね。大丈夫です。一ランナースタート、セカンドゴロ、二塁へトスした、セーフ、一塁アウト。あ、今すぐ源田がリクエストしてくださいというふうに挙げました。セカンド外崎からのグラブトスはすぐにこうリクエスト要求しています。取ってグラブトス、あ、微妙なタイミングです。いや、素晴らしい映像を撮りますね。ピタッと今、いや、そうですね、はい、今リプレイ検証中。もういい当たり、レフトバック、レフトバック、ライナーで、ライナーで、ライナーで飛び込んだ外崎、レフトスタンド、バンバンライナーで持っていく、強烈なパンチでした。まさにパンチ、今シーズンはね、先発をやるっていう形を取ったので、リリーフに行ったとしてもですね、あの1イニングで先発ですよね。この人の場合はタフさが売りでもありますしね。さすがですよね。バットは回っています、バットは回っています。これは高め、まっすぐ出せました。最後は顔付近の動き全体は悪かった、この外崎でありますが、ようやく10月後半からいいバッティングが目立って、空振り、フォークボールで空振りを奪って、声で2エンド2、リラックスしなさいと。チャンナースタート、キャッチャーに送球するが滑り込んでセーフです。田村が走ってきました。矢蓋さんの見立てではどうですか。
まあタッチの方が早いかなっていう感じには、今の映像は分かりやすかったんですけどもね、あの球場のファンは結構ロッテファンも拍手をして、で瀬尾投手はね、あそうでしたね、大学の鈴木投手がねいいピッチングして勝ちましたからね。今度はウェイティングサークルを小野崎選手がよく受けました。これはもうグランド上どこにボールが飛んでくるか分かりませんので、いやーこの表情です。